岸田文雄首相の驚きの素顔とは？増税メガネの真の目的に迫る。記事、こんにちは。新聞、記者のです。今回は、岸田文雄首相についての驚きの真実をお伝えします。最近、岸田首相は、増税メガネという言葉で、たびたび話題になっていますが、果たして、その真の目的とは一体何なのでしょうか？岸田総理は、増税メガネとかばらまきメガネという言葉でされていますが、彼の目的は単に増税だけではありません。彼が実現したいのは、日本の経済をより健全な状態にすることなのです。財務省についても言及されていますが、岸田総理は財務省を必要としていないとの声もあります。なぜなら、財務省は過去の常識や既存の枠組みにとらわれてしまい、新しいアイデアや改革を進めることが難しいからです。岸田総理は財務省がなくなればより柔軟な経済政策を実行できると考えているようです。さて、増税メガネの目標についてですが、それは日本を貧乏にすることではありません。むしろ経済のバランスを整え、より持続可能な発展を目指すための手段なのです。増税は社会保障や公共サービスの充実、国の借金の減少など、将来の日本を守るために必要な施策なのです。増税メガネは無敵なのかという疑問もありますが、実はそうではありません。岸田総理も認めているように、増税メガネには近くに敵が存在しています。経済の変動や国際情勢の変化など、様々な要素が絡み合い、困難な局面もあることを、忘れてはいけません。また、2023年の流行語大賞は増税メガネとなるのかという質問もありますが、それはまだわかりません。流行語大賞は、その年の社会的な関心事やトレンドを反映したものであり、予測することは難しいです。しかし、増税メガネが注目を浴びるのは間違いありません。最後に、もう、メガネザルの脳みそになってしまっているのではないかという意見もあり、ますが、それは事実ではありません。岸田総理は、国民の生活や経済の健全性を考え、慎重に政策を進めています。彼の真の目的は、日本の未来をより良くすることにあるのです。以上、岸田文雄首相の驚きの素顔と増税メガネの真の目的についてお伝えしました。彼の政策が、どのような結果をもたらすのか、今後の動向に注目です。動画をご覧いただき、ありがとうございます。この動画が気に入っていただけましたら、グッドボタン、コメント、そしてチャンネル、登録もお願いします。